タバコくらいいいだろう。吸うのが得意そうだ。うん、早かったな。俺の代わりにオルコはやってくれるんだって。ああ、お安い御用だ。手間が省けるぜ。で、どうやんだ。こいつがお前に尺があると言ってんだが。ねえよ、そんなもん。腹が減りすぎて頭が働かねえ。飯くれ。あと酒もだ。ここんとこまともなもん食ってねえんだ。どうも立場が分かってねえようだな。なめろ。前菜代わりだ。イタリア産のいい肉使ってるぜ。どうした？イタリアの足を早く食わせろ。おい、なんか食わせてやれ。ネロに逃げられたらしいな。探し出してやるつもりだ。これまで通り、あなたとは仲良くやっていきたいと思ってます。そのためには奴が邪魔でしてね。ボルトさん、何かお耳に入ってませんか？最近羽振りがいいらしいな。何のことです？ローレセブンとかいう酒でしこたま儲けてるんだろう。あれはネロが勝手に作らせてる酒で。俺にも一枚かませろよ。もちろん、ネロさえ捕まえれば、その酒のレシピや蒸留所も手に入ります。何か分かりましたら連絡をください。これはガラシアの希望でもあります。では失礼。ひよこが、ガラシア風吹かせやがって。これでネロも終わりか。さて、うちの跳ねっかりもどうにかしちまわねえとな。まったく、こう悩みが多くちゃ、飯も喉を取らねえや。おい、ラザニアはまだか！寝心地は悪くなかったな。文句を言える立場じゃないが、それにしてもだ。ジグレが助かったってよ。そうか。しかしまあ、オルコをやれなきゃみんなまとめて魚の餌だがな。アビリオ、本当に何も考えはある。とっておきのがな。でもお前、あの時オルコに漏れたら終わりだ。知ってる人間は少なければ少ないほどいい。で、どうやる？ボルペ、鶏を一匹捕まえてきてくれ。あ？
さあ、いただこうぜ。ずいぶんと警備の行き届いた店じゃねえか。止まれ。お前ネロだな。何の用だ。わざわざ飯食いに来てやったんだよ。それとビジネスだ。ドン・オルコと繋いでくれ。ボディチェックだ。ここのおすすめは何だ。ラザニアだ。まんまの味か。入れ。おお、ネロ、よくもまあ俺様の前に面出せたな。ここがどこか分かってんのか。オッティモオルコ、ローレスで一番うまいレストランだろ。何？弟たちが探してたぜ。今のネグラは失敗した。何が？これまで食った中で最高のラザニアだ。オルコファミリーに入っとけよかったぜ。面白いことを言うやつだなあ。俺にはお前を殺す理由が山ほどある。生かしとく理由はこれっぽっちもねえ。わざわざ来たんだぜ。話くらい聞いても。今さら何の話だ。命乞いは聞かねえ。お前の親父ヴィンセントとは40年来の顔なじみだ。俺たちはいい関係でやってた。それをお前がぶち壊した。俺たちの先を散々着せやがって。そりゃお互い様だ。そういう商売だ。最後の晩餐は終わりだ。最高の酒を飲んで心置きなくあの世へ行け。そうかい。じゃ遠慮なくいただくぜ。ブーツレッグか。ウィンザーの年代物だな。いい花だ。30年ものはめったに飲めねえだろ。お口に召したな。ああ、お上品な味だぜ。だが、今の味じゃねえ。でも、飲んでみな。ほやほやの1ヶ月ものだけどな。いや、3週間だ。ドン！うめえな。これがローレスヘブンか。この酒がありゃ、わざわざ札に金握らせて国境から運んでくる必要もなくなる。見返りは？ドン！こんな奴の言うことなんてうるせえ！俺たちのねぐらを用意してくれるならそっくりくれてやるよ。何をだ？すべてさ。炭鉱跡じゃねえか。石炭でも掘るのか？お目当ては真っ暗な穴の中だ。こいつと見てこい。ライター持ってるか？うるせえ。アビリオとか言ったな。ファンゴをやろうとしたやつだな。ファンゴのやつはパンツ一丁で逃げ出したそうだな。ああ、野良猫みたいに逃げてった。あん時やっといてもらえばよかったぜ。手紙をよこしたのはあんたか。手紙？何の話だ。いや、俺を使わないか。ん？ネロはもう終わりだ。だろ？信用できねえ。俺の本当の名前はアンジェロ・ラグーザだ。親父の名前はテスタ・ラグーザ。ラグーザ？
確か、だいぶ前に。親父を殺したのは、ヴィンセント・バネッティだ。ドン！ん？こんなところで作ってやがったのか。このロッジと、あの酒のレシピがあれば、この町はあんたのもんだ。レシピは？それを教えたら俺は用済みだろう。止まれ。もうほどいてくれてもいいだろう。一杯やろうじゃねえか。固めの杯ってやつだ。止まるんだ。ってビビってんじゃねえぞ。こっちはオレンジビターを加えたやつだ。一杯どうだ。うん、さ、やってくれよ。うまいぜ。おい、飲まねえのかよ。うん、おいおい、大事な商品だぜ。ま、好きにすりゃいい。からだったんだろ。待っていた。銃を捨てろ。いつもやっちまいましょう。どうも得体が知れねえ。土壇場で仲間を売るなんて。お前はこいつの何をしてるんだ。え？こいつはな、きっちり親の仇を討った見上げた男だぜ。おい、縄を解いてやれ。すみません、裏に出口があって逃げられました。それで捕まえるまで帰ってくんじゃねえ。はい。使えねえやつばっかだ。一杯やろう。おお、小さい。バネッティもついでにファンゴももう終わりだ。ファミリーに。こいつは本当にねえ。おい、ネロをやっちまったが、レシピは残ってんだろうな。ああ、これを作ったのは俺の知り合いだ。確かにこの酒さえあればもうガルシアに頭を下げなくて済みそうだ。どうしたんだ。急に酔いが。なんだこりゃ。さあ、お望みの品物だ。グッモーニング、ドン・アルコン。お目覚めですか？
しろ。邪魔ねえな、ドンオルク。何が望みだ。お前が持っているもの、すべてだ。あの時家に入ってきたのは、ヴィンセント、ネロ、ヴァンノの3人。でも、ネロは4人って言ってたんでしょ。4人目って一体。手紙の差出人は、オルコだと思ってた。バネティと敵対してるからな。だけど違った。多分、この親父の親友ってやつが、第4の男だ。そいつは、後悔の気持ちから、復讐を手伝おうとしてるってこと。ああ。あるいは…よう、あの世話になったニワトリ、こんがりダビに伏してきた。なかなか真に迫ってたぜ。ネロバネッティ、この時を待っていた。ってな。しっかりと気持ちを込めたからな。俺の打たれっぷりも、悪くなかったろう。ああ、大した大根役者だった。うるせえ。そろそろか。ジェントルマン、本日長年ファミリーを支えてこられた幹部の皆様にお集まりいただき誠に光栄です。さて、オルコファミリーは今日からファンゴファミリーになるわけだが、依存のある奴はいねえか。当然この店もおってもファンゴに生まれ変わる。俺としてはドンオルコの作り上げてきたここの味は何としても守っていきたい。ではドンオルコがこだわり続けてきた料理は何だ。ラザニアだ。いやラザニア、ラザニアこそオッティモ・オルコの誇るメニューだった。そしてもちろんオッティモ・ファンゴもその味は健在だ。どうしたコールボ。俺のラザーニアに毒が入ってるとでも。いや。さあ、ゆっくりとその舌で味わってくれ。うまい。確かにドンオルコにも食べてもらいたかったな。それは無理だ。なぜ。それはお前、てめえらが平らげちまったからだ。これで終わりか。残念、何杯でも食えそうだ。いや、おかわりはたっぷりあるぜ。どうぞ、うまいか、うまいか。もうこんな脂っぽいのも食えるのか。ああ、あんまり無理すんなよ。分かったよ。ま、ひとまず乗り切ったな。いや、むしろこれからが大変だ。おい、飯がまずくなるだろう。ほら、鳥食え、鳥。ファンゴの敵はまだいる。そして、そいつらは俺たちの敵でもある。何が言いたい？
せっかくのラザニアが冷める。